今日、東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は2111人でした。21日連続で前の週の同じ曜日を下回りました。感染が確認されたのは10歳未満から90代までの2111人です。先週の金曜日から519人減り、21日連続で前の週の同じ曜日を下回りました。 直近7日間の感染者数の平均は2187人で、前の週と比べて69.5%になりました。重症者は昨日から1人増えて2人です。重症者用の病床使用率は3.2%で、全体の病床使用率は18.1%です。また、70代と90代の男女4人の死亡が確認されました。